さあ続いての企業様ですが、はい、ミシェルさんもお世話になっていることかと思います、うん、税理士さん、税理士さんって職業的にどういうイメージがありますか？どういうイメージ、うん、節税してくれるとか、経費捻出とか、うんうん、そういうね、お世話になってますよ、税理士さん、ありがとうございます。頼りになる存在ですよね、はい、そうですね。でも、うん、税理士さんが経営のアドバイスまでしてくれるっていうことはなかなかなさそうですよね。でもそういう方もいらっしゃるんです、うん、今回は経営の観点からもご提案を行っているこんな企業様です。少子高齢、人口減少といった現在の日本が抱える大きな課題、その深刻な状況は時を進めるごとに私たちの住まいにも影響を及ぼし始めていた。さらに物件を所有する立場となれば、その問題がより深刻な事態となり、経営者としてさまざまな知識と経験が求められる。そんな時代に大家にとって最善な経営をサポートし、より良い未来へ導く男がここにいる。税理士司法書士渡辺浩二総合事務所代表、渡辺浩二。賃貸経営を行う大家に特化し、専門的な支援を行っている渡辺浩二総合事務所では、税理士の域を超えた総合事務所として全国の物件オーナーたちの強い味方であり続けている。今回は渡辺浩二をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。なぜ大家さんに特化したんですか？ですね、実家がですね、アパート経営をしておりましてですね。あ、なるほど、はい、徐々にですね、賃貸経営をやっていく中で、資金繰りがかなりこう悪くなってしまったんですね。まあ、空室がどんどんこう増えていってですね、はい、あとこう修繕費なんかもこうかかっていってですね、と私の親が、管理をしていたんですけども、ちょっと相当ずさんな管理をしておりましてですね、ちょっと借金が返せないような状態になってしまいましてですね、ちょっとこれはまずいなということで、ちょっと私が、まあ、当時ちょっと税理士の勉強をしていたので、一生懸命こう立て直しを、財務改善をですね、しまして、それでなんとか今切り抜けたと。経験がありましてですね。すごい経験されてますね。すごい生々しいお話、どうもありがとうございました。まあその経験を生かして、し、まあ、じゃあ大家さん専門で、やろうかなと。そこにやっぱり特別な思い入れがあったですよね、はい、もう気持ちのね、かけ方がやっぱり違いますよね。大家さんってこう結構お金持ちだとかですね、何も働かずしてこうお金がもらえるとか、まあ、そういったイメージがあると思うんですけども、実は結構ですね、お金に困ってる方が多くてですね、あ、うまく回ってない、うまく回ってないということですね。なのでいろいろアドバイスさせていただいているということですね。誰にも頼ることができなくて失敗してしまうケースっていうのがやっぱり多いんですか？はい、特に大家さんはですね、土地を持っている関係上、こういろんな方にこう営業に来られるんですね。そうするとですね、その人にとって本当にいい提案なのかどうかっていうのが今現在ですよね、はい、そうです、分からないんですよね。なのでそこに乗っかってしまって、あ、失敗したっていうケースって本当にいっぱいありましてですね、本当にその人にとったいいアドバイスってなんだろうっていうところを誰かがこう言ってあげないといけないんですけども、そこの言う人が誰もいない、相談相手がやっぱりいないというのが、やっぱり大家さんにとって今一番悩み事だと思っていますので、はい、まあ、そういったアドバイスできる存在になりたいなというふうには思ってます。自身の経験をもとに、現在では大家に特化した事業を展開する渡辺は、アパート経営を行う際に欠かせないある3つのポイントに注目している。それは一体どのような点なのか、さらに詳しく話を聞いた。アパート経営ってやっぱりなんかものすごいこう労働力をかけて やるっていうことの仕事ではなくてです、逆に言うときちんと管理をするっていうことが一番大事なことだと思ってまして、その管理というのは私はもう3つあると思ってまして、一つは建物の管理ですね。建物をこうメンテナンスをして、こう維持管理をしていくっていう、管理。2つ目は入居者様の管理。最近やっぱり多いのは滞納の問題とかがですね、結構多いので、やっぱり滞納
した後も大変なんですけども、いかに滞納させないかっていうような、そういったところのやっぱり管理というのは、すごく大事だと思ってます。で、あと私が、一番、お手伝いしているのはお金の管理ということなんですね。はい、私はですね、このアパート経営が失敗する理由というのは、こういったお金の管理が できていないことだというふうに思っていまして、はい、つまり、最初建てましたって言った時に、家賃収入が入ってきますと、これだけお金が残りますっていうふうな 時にそこを皆さん使われてしまうわけですよ。でもアパート経営ってこう続いていくわけじゃないですか。そういった中で、まあ、古くなっていって、まあ、そのメンテナンス費用とか、先ほど言われたね、はい、そのメンテナンスですよね、はい、なのでどん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 こうお金がこう将来に向かってなくなっていくわけですよ、うん、そこを計画的にちゃんとお金をこう積み立てておくっていうことがすごく大事なんですよね。予想をつけて、次は、はい、じゃあこの塗装に何か、ね、はい、吹き付けにいろいろあれがかかるだとか、はい、中の修理だとかっていうのを計算できないもんですよね、やっぱりね、はい、そうですね、このままずっと言ってくれるなと思いますもんね、はい、そうです、そうです、あ、なるほど。ただアパート系っていうのはその計画が立てやすいというふうに私は思っていまして、うん、入る家賃っていうのはもう決まっているの で出ていく費用っていうのも決まっているので、割と計画が立てやすいんですよね。何年後に大規模なリフォームを、はい、とかっていうのもそうですか、はい、例えば、10年後に1000万かかるってなったら、それを、頭に入れておいて、じゃあどれぐらい今から貯めておこうとかっていうような計画が立てられるわけじゃないですか、うん、そういった計画をやっぱり皆さん結構立てていない方がいらっしゃいますので、将来的にお金に困ってしまうということがよくあります。続いては、現在資金繰りで悩んでいる全国の大家必見の渡辺が取り組むマネージメント方法について話を聞いた。私はお金が残る、残すために、必要なものってもう3つしかないっていうふうに思っていまして、一つが、収入を上げるということですね。空室だったら絶対お金がないじゃないですか。やっぱりこう空室を埋めるっていうことがまず一つですね。二つ目が、支出を減らすということですね。結局なんか無駄遣いしてるんじゃないかとか、なんか余計な費用かかってしまってるんじゃないかとかっていうところを、抑えるっていうところですね。で、三つ目が、税金対策ですね。税金を抑える、どれか一つではなくて、こうバランスよくやっていくっていうことがすごく重要だと思っています。収入を上げるだけだったら支出が抑えないとやっぱりお金残っていかない話なので、バランスよくですね、見てあげて、いかにこうお金を残すかっていうのをアドバイスを、しています。どこどこが破綻しても一つで破綻してもダメになっちゃうもんね。無駄な経費がかかりすぎてたら、ここはもう、はいはい、またぐーっと悪い方に行ってしまうしね。あ、なるほどな。さらに渡辺は大家と向き合う際にある点を強く意識しているという。そのサポート方法についてさらに詳しく話を聞いた。やっぱり不動産屋さんが言うアドバイスっていうのは、やっぱり自社に利益があることをアドバイスするわけですね。不動産屋さんだったら、あ、建てましょうとかですね、もしくはこれを資金繰りが困ってるから、じゃあ売りましょうとかですね、うん、もちろんその人にとことを思ってアドバイスしてるんでしょうけれども、そこをやっぱり私はですね、本当にその人にとって、いいのかどうか、もっと別な方法ないのかどうかっていうようなことをこう、一歩引いてアドバイスをするっていうことを心がけています。なので、よく不動産屋さんからこういうアドバイスをもらったんですけどっていうふうに私の方に、相談あるんですけども、もう私はそれはもうバッサリやめた方がいいとかですね、結構もう厳しいことも言うようにはしています。その人にとって本当にいいことなのかどうかっていうところですね、はい、聞きながらやっています。それは税理士さんだとか司法書士さんの域を超えてますよね。だから総合事務所ってね、そうですね、そういうことですよね、はいはいはい、なので私はあんまりこう税理士とか司法書士とかあんまりそういった事業にはとらわれていないですね、うん、お客さんから本当に感謝されるんじゃないですか。ああ、そうですね、はい、特にやっぱりこう資金繰りが良くなったってするとですね、本当に感謝されましてですね、なので私はその資金繰りを良くするためにやっぱりその銀行さんの借り換えとかもよくするんですね。銀行者さんを紹介して借り換えて、まあ、本来であればこう税理士がやる仕事ではないのかもしれないですけども、はい、それで借り換えをして金利が安くなったりとかですね、はい、資金繰り良くなったりとかするとやっぱりすごく喜ばれるので、経営の仕方を伝えているようなもんですよね。そうですね、はいはい、国
ここにもヒントがたくさん詰まっていると思います、はい、ご本を出されているんですね、はい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 、大家さんのための節税の教科書、はい、こちらはどういう本でしょう、はい、こちらはですね、うんとまあ、やっぱり節税ってすごく大事なんですけども、うん、割とですね間違った節税をされている方が結構いらっしゃるんですね。経費を使って、ね、節税をする、はい、確かに税金は減るんだけれども、お金も出ていってしまう。そこはやっぱりこうやっぱりいい節税っていうのがあるわけです。お金が出ていかずして、税金が減るというような節税、数少ないんですけども、こういった方法がありますよっていうのをこの本の中で紹介してますので、ここで聞かせていただきますか、はい、そうです。そしてもう一冊、こちらもすごいですよ、はい、税理士さん扶養時代、税理士扶養時代、これはですね、何かというとですね、やっぱりこう今私が見ていても思うんですけども、税理士さんってどうしてもこう、申告書だけを作る、計算だけをするっていうようなことに終始してしまってる、税理士さんって結構多いんですよね。でもそうするとやっぱり、今後ですね、やっぱりこう AI が発達してですね、もう自動的に計算ができるとかそういう話になってしまうので、そうもう税理士がいらなくなるんじゃないかと。そういうことでこのタイトルですか、はい、なので税理士はもっと本来経営のアドバイスをするべきじゃないかというようなことを、この本で言っているということなんですね。もうだから申告書だけを作るっていうのはもうやめましょうよという、ちゃんとアドバイス、お客さんに寄り添ってアドバイスをしましょうよというようなことをこの本では書いてあります。税理士の枠にとらわれず、すべての大家をサポートし続ける渡辺浩二、そんな男が胸に刻んだ格言とは。私おもばかという言葉をですね、大事にしておりましてですね、これは私が勝手に作った言葉なんですけど、おもばかというのはおもんばかるっていう言葉のちょっと縮めたおもばかなんですね。おもんばかるっていう言葉で、大家さんにアドバイスする時も、この大家さんにとって本当にいい、良くするためにはどうしたらいいのかっていうのを考えるんですね。それは、短期的なものじゃなくて長期的な利益というのを考えてまして、節税でも同じなんですね。確かにこの年だけを考えたら大きく節税はできるけれども、これ長期的に見たら良くないんじゃないかなっていうのがよくあるんですね。例えば、これ経費にしたいんですって言って、こう思いっきりこう その年の経費にしました、うん、でも来年はその経費が なくなってしまうわけですよね。と来年の税金がものすごく上がってしまうとかっていう話になってしまうので、そこを長期的に見てアドバイスしなければいけないなと。やっぱりそこの大家さんにとっての状況をやっぱりこう思んばかる、思いはかるっていうことを私は大事にしてますので、やっぱり思わかという言葉をですね、はい、結構モットーにしております。大家さんはもちろん我々にも良きアドバイス、このこともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。